北条氏屋敷跡は、静岡県伊豆の国市にある史跡。鎌倉幕府の執権を務めた北条氏の本願地の館跡であり、国の史跡に指定されている。北条氏滅亡後は、北条高時の母である佐都司会炎上が、一族の女性たちと共に、来山の地に移り住み、一族の母大を弔う、寺院、炎上寺を建立した。室町時代には、 関東関連の上杉氏の娘などが二層として、この寺に入っていたが、干渉元年に、それまで御所としていた国清寺を火災で失った。堀越久保、足利正友が炎上寺を接収して、御所とした。この時、大幅に地域が縮小したと見られる。その後、廃寺となった。1996年9月5日に、国の史跡に指定された。 伊豆の国市教育委員会により、史跡整備のための発掘調査により、非公開である。入り口は仮の川沿いにあるが、調査中のため立ち入り禁止となっている。入り口の南側にある森山登山道を途中まで登ると、林越しに中の様子を見ることができる。2007年現在、発掘調査は休止しており、調査地区は砂で埋め戻されている。 同年春に森山登山道入口脇に案内看板が設置され、調査の概要や前景写真などが掲載され、紹介されている。いくつかの建物の跡と、それぞれを区切る区画庫、池の跡などが検出されている。現在、調査中のため詳細は不明。ありがとうございます。